切れない人の俺全部やった俺引き続き太平洋クラブ成田コースの方お邪魔させていただいております。ありがとうございます。でここはもう左が全部池なんで、池なんだよね、もうまっすぐ、はい、打っていこうと思います。ではよろしくお願いします、はい、よし。とにかく顔が安心して打てるように。そうね、うん、ナイス、ありがとうございます。完璧なんじゃないか。完璧だね。ラフかフェアウェイか、マッカを安心して打ってください。お願いします。前回、うん、あの左の川に入れてるんですよ、これ。あ、そうだっけ。うん、前回の自分を超えるために、はい、フェアウェイお願いします。これは右ですね。まあ、木の中当たったね。前回左、今回右。あと一回くれば真ん中。真ん中だね。そうだ。142の上げ、結構上げてる。はい、Thank you。ナンバー8番。ああ、いい線。そう、俺は塚尾の8番の様子を見る。広いからグリーン内側で、はい、あ、いいね、ピン狙わずね。そう、あ、いいと思う。あれより左行くとちょっと危ないからさ。前には行った。前にいるダフり方したね今。キャリー1ヤードぐらいだったんじゃないの。やばだいぶ手前行ってたよ。すごい力んじゃったもん。力んだ。まずは乗せよ。うん、どうだ、ちょい左だけど手前だ。手前だ ね。で、しかも戻ってきたね。あれ、まちょっと弱かったね。塚尾さん、ちょっとこれは頼みますよ。えっ、全然良かった。さっきより飛んでるから大丈夫。あの後が見たかったんだけどね。オッケー。うまい、ナイス、来い。あー、まあ、ちょっと、まあまあまあ、ナイスナイス、もうちょっと突っ込めたんだね。そうだね、もうちょい前だったらもう分かんなかったね。意外とグリーンが柔らかかった。やった、しっかり打とう。はい、もう普通に打って大丈夫。まっすぐ、ややふ、ややふ、了解です。ひゅなんか当てたって感じだった。どうしちゃったのって意見。お願いします。おい、でもフックはしてたよ、まあ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 ね。ウィー、ナイス。あぶねえ、あぶねえ。ありがとう。パーならいい、もうここもね。いやー、このホールいいとこ一個もなかった。見事に。ドライバーなくすチョロ、そこもチョロ、パターチキ。確かに。なんか盛りだくさんだったね。切れない人の盛り全部やった俺。230-240ヤードで刻もうと思います僕は。手前に落とします、うん、ナイス、ありがとうございます。
完璧。ありがとうございます。完璧。完璧だ。使おう。安心して。どうせさ、こうやって刻むんだったら採用されたいんだよ。そうだね。まあ、一応ウッドでいきます。一応ウッドでいく？ドライバーとウッドだったらどっちもいい。あの得意なのは。両方変わらない。まあ頼みます。ここで使うのは使っときたい。ちょい右ですね。残ってるかな。いや残って難しいな。140。こいつ滅ってる。うん。カット。どうだ。カット。来い。カット。来い。おお、すごい、うん、ナイス。すごい。え、狙ったの今。まあ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 。ちょっとピッチングかもしれないね。130ぐらい行ってくれれば、多分あとはフォローの風でっていう。うん。ナイス。距離。あ、手前だ、下ってきた。あのだいぶ下ったね。いや、使おう、ありがとう。いやいやいや、任せなさいで、ある程度距離はある。よし、行きます。はい、つけて。ちょっと弱かった。まあまあだな、まあまあ、うん、まあでも今のでなんとなく分かったよ。うまい。こい、ちょっと切れるか。あーでも、うわー、うん、ナイス。思ったよりか重いかも。使おう。はい。パターしまっていいかい。いや、取っといて。OK でーす。まあ、気楽にね。気楽、気楽。こんなもんで、まっすぐ手入る。ほら。おい、危なかった。ナイス。はい。見た健太郎、最後入れた後の TK の危なかったーっていう。今くるくる回ってくるくる回ってたもんね。怪しかったー今。まあでもナイスパー、ナイスナイスナイスパー、オッケー。いいねいいね。よしよし。で、あのちょっと出っ張ってる木を越えたぐらいを狙う感じか。そうだね、フェアウェイギリギリを狙う感じで。うん、ナイス。でこれどうなの、これちょっと行き過ぎかも、右に。うん、もう林ギリギリ残ってね。ギリギリ、あれカート道、右側ってやつ。うん、あ、右行っちゃった。止まるわ。林の中バウンドしてでも林入ったから、あの跳ねなかったらあれ採用で良かったと思ったよ。え、175から180。いやちょっとドライバーが言うこと聞いてくれないっす。でちょっとアイアン言うこと聞かせてください。お願いします。はい、じゃあ5番で。はい。花道さえ行ってくれたらちょっと嬉しいかも。ここはもうパー取ろう。うん、うん、ほう、どうだ、ラインは出てるよ。いいんじゃない、上がれ、登りきれ。いや、ナイス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 、いいね。とにかく今日手前なんだね。そうだね、俺もちょっとライン出して6番アイアンで。ナイ ス, ナイス、うまい。ちょっと左だけど、なんかぶつかった？手前の木ぶつかった。嘘、嘘でしょ、うん、今の。TK のだな。枯れ木にぶつかりましたね。そうだね。
いや、つか本当あれバーディーいけるで、うん、ギリ乗ってるみたいな感じ。乗ってるよ、乗ってる、あれほぼ。あ、よかったよかった。なんちゃってチャンスこれ、本当に今日の俺たちからするとなんちゃってチャンスで。ラインが見せられたら一応上りなのかな、これ。行ってみます。はい、しっかり打ったよ。うん、どうだ。惜しい。ナイス。ナイスタッチ。見えた。見えた、見えた。うん、今のよりは膨らませていいってことだ。お願いします。力加減は今のだもんな。うん、ここら辺はマジで入れときたい。切れないか。ちょっと。ピン。はい。はい、オッケー。はい。しっかり壁ドンしたよ。もうだって今カップ見るよりもさっきこっち見てたもん。これは塚のセカンドに、いや本当にうまかったね。もっと褒めて。残り3ホールまで来ました。そうだね。はい、今のところ後半は1アンダーで、まあ、そうだよね、後半か、後半は1アンダー、いい感じに来てるんだけど、まあ、一つ言えるのが塚尾の残り3ホール中2打ティーショットを使わなきゃいけないってところなんで、ここと、うん、次を取ればロングが楽。あ、オーケー。どっちかいい方からいけるから頑張ります。今なんで向こうの意見見たの次怖いなということで、今回もですね、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、チャンネル登録、高評価、そしてですね、コメントの方もお待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。うん、うまい。